今回はこのルノーメガーノ RS という車に1年半ご利用になられたレカロ SPX というシートをこのスポーツスター風の純正シートに戻す作業の動画を簡単に収めてみました。特段作業についてはそれほど難しいことはございませんが、やはり乗員センサーマットの移植などという作業が以前の車よりは増えておりますので、多少時間がかかったりもいたします。レカロ SPX、 なかなかご覧になるケースは少ない、機会は少ないかと思いますが、このような感じで作業は粛々と進んでおります。なお、作業そのものについてはおおむね2時間半以内では終了いたします。ぜひ皆様も同様なご用命がある場合にはジェットセットにアクセスをお願いいたします。